はい、短期決戦です。8月3日8時17分です。第1403回ロト6の予想をしていきたいと思います。1403回、うん、ロト6、ロト6過去10回とロト7過去2回とミニロト過去2回を全部書き出します。で、ロト6過去10回から1が何個あるか2が何個あるかという重複をチェックします。で、ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で、今後6回なんだけど、1が何個あるか、2が何個あるか、3が何個あるかチェックします。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、43が5回出てるとかね、24が3回出てるとかね、こう、分かってくるわけ。で、この表に入ってきて、10回中5回が43、10回中4回が26、10回中4回1回ボーナス数字が7と42、10回中4回2回ボーナス数字が36、10回中3回が23、33、10回中3回1回ボーナス数字が8、21、24、25、10回中2回が9、10、11、18、34、35、41。で、6回中3回、3、4、3、14、16、24。6回中2回、10、13、23、28、30、31、33、36。6回中2回1回ボーナス数字、2、9、26。で、過去10回抽出数字。過去10回で出てくる数字を全部書き出します。で、今後6回で出てくる数字を全部書き出します。で、それを合体させると全抽出数字。全部出てくる数字を書き出します。で、前回の数字からの連想展開。前回の数字を赤で示して、その両サイドをオレンジで色塗ってきます。そうすると使ってるところが、前回使ったところが見えてくるわけです。で、使ってないところが次回出る可能性があるところ。この1から15のところね。で、下行きます。で、全抽出数字に色を塗って、2回以上出てる数字を色塗ります。で、出てない数字が4、6、12、37、38。挟まれた数字が1、5、15、17、22、27、29、32。挟まれた数字っていうのは、1回しか出てないけど、次出てきそうな、出そうな数字ってこと。で、被ってる数字。過去10回と今後6回でさらに被ってる数字が、2、9、10、10、23、24、26、33、36。それが重要数字になります。で、準重要数字はボーナス数字。で、参考回を見て、全部見て目立つ数字は、この見ていくと、3が2個あるとか、10が2個あるとか、もう目立つ数字が出てくるわけです。そして、それを合体させて全部並べるとこうなります。それから、数字を作っていきます。んで、今後6回を見て、こう3が出てるとかさ、1が出てる、1、2、3が出てる、10が出てる。1、2、3、10、14。だから、1、2、3、10、14。だから、1、10、14。こんな感じ ?14、21、23、26、33、36。43、42、43、43、40、40って最近使わないね。1、2、2、3、4、3、5、11、13、26、28、3、5、10、15、16、24、36、16出るかもしれないね。だから、3、10、14、16、26、42。あ、これいいな。これいいぞ。
23、33、31。これ買おうかな。30、14、16、26、42。これいいな。かなりいいな。なんか作った数字としてはかなりいい数字だね。23、48、16、36。4、5、6、9、4、40、38、35、33、34。5、10、16、23、30、6、8、11、19、29、28、26、14。こんな感じかな。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。